ユリアーネ・ケーラーはドイツの女優、ニーダーザクセンゲッティンゲ生まれ、父親は人形劇役者。1985年から1988年までニューヨークでウタハーゲンに指示、同時に HB スタジオにも参加。またミューン編ンでダニエラ・グリックに指示してバレエも学んでいる。1988年に ハノーファーのニーダーザクセン州立劇団に所属し、舞台女優としてキャリアを開始。1993年にバイエルン州立劇団に転じるが、1997年に映画 A メ運ウンジャガーの撮影スケジュールが遅れて、劇団の出し物に出られなくなったために解雇された。1999年からミュンヘン室内劇団に所属している。 映画への出演は1990年代初頭から、1999年の2作、テンコちゃんとアントンと、エイメイウントジャガーで注目を集め、ベルリン映画祭、バイエルン映画賞、連邦映画賞で、それぞれ最優秀女優賞。2001年には、カロリーネ・リンク監督のアカデミー賞受賞作、名もなきアフリカの地で、に主演。さらに2004年、ドイツ映画、 ヒトラー最後の12日間では、アドルフ・ヒトラーの愛人であるエファ・ブラウンを演じて、話題になった。ドイツ国内のテレビドラマへの出演も多い。2008年には、ポール・シュレーダー監督のアダン・リザ・レクテッドに出演した。娘が二人いる。ありがとうございます。